明前寺は東京都港区西麻布三丁目にある日蓮宗の寺院。3号は日通山。通称テレ朝通りに面する明前寺の入り口。10階建てマンションの1階を通り抜けていく。寛永4年に三浦長と守るため春が一目を解散として創立された。この4年後の寛永8年当時の境内の年口704坪のうち、 五十九坪が町屋となり、明前寺門前の町名が成立した。なお、麻布大前寺門前は、明治二年に麻布桜田町に編入されている。ため春の妹であり、ため春と共に、熱心な日元宗の信者であった養主院を一万の、片ゆかりの寺院でもある。当時には、マリシテンが法案され、養主院の息子である、徳川頼信より寄進された。 釈尊像も安置されている。かつては明前寺門前で、マリシ天才が盛大に模様されていたと、日本名所図解全集党と歳時期の5月11日の、こにて伝えられている。明前寺での笑いライブの様子。写真は、MC の教える図。創立者の三浦溜め春は、文武両道に卓越した人物とされ、その関係から当時内では、法要説教、茶会、歌会、 諸賀会、誤会などが模様され、その中でも後においては、井上隕石家の誤会が、江戸時代中に定期的に行われており、このことから、麻布の語字とも称されていた。この縁から、境内の墓地には、歴代の井上隕石が埋葬されている。現住職は、元吉本興業のお笑い芸人。近年では、お笑いライブや音楽ライブが当時内で頻繁に行われている。 2019年7月28日には、お笑いと音楽のフェス、明前寺、コメディフェスが行われた。他にはこれまでに、お笑いライブは、小で魔法主催、小でお笑いサークル、春からのトークライブ、春かららら、ラフトーク、中村良子と、春からのトークライブ、昭和少女、お寺で M-1 対策ライブ、音楽ライブは、お寺で、食育ロックコンサート、明前寺ポップ、 妙善寺、テライブなどが行われている。メインの祭事として2015年より、毎年秋に妙善寺映画祭が開催されている。主にインディペンデントの作品を上映し、素人や新人の登竜門としての機能を担っている。このイベントは、現住職発信の企画であり、映画好きの住職が映画制作の人たちのコミュニティを作りたいという思いから、 明前自営が祭実行委員を結成し、運営されている。ありがとうございます。